空力パーツとかいろんな部分が細かく見えてちょっと面白かった。すごい目の前で見れて身近に感じました。こんにちは、 KDDI の佐伯です。KDDI では2030年を見据えて誰もが思いを実現できる社会を作ることを目指し、未来へのさまざまな取り組みを行っています。今回のピットツアーもその一つで、モータースポーツのより一層の進行を図るため、子どもたちに実際にピットを見学してもらえるイベントを企画しました。 KDDI はスーパー GT に参戦しているトヨタのトップチームトムスに2016年から協賛を行っています。 AU が目指す面白い方の未来とトムスの活動には共感するところが多く、想像の先へ共に走るというビジョンを掲げ活動を支援しています。株式会社トムスはスーパー GT への参戦のほか、モータースポーツを活性化するために様々な活動を行っています。モータースポーツをもっと身近に感じてもらうために、今回は KDDI さんのご協力のもと、たくさんのお子さんたちに参加していただきました。将来モータースポーツを始めたり興味を持っていただければ嬉しいです。なかなかこういった機会も少ないので、子どもたちにとっては貴重だと思います。少しでもモータースポーツに興味を持っていただけたら嬉しいです。レーサーと なんか車に関係あることにつきたいなって。ファンや子どもたちと交流をつなぎ、モータースポーツの将来を支えるとともに、その先にある面白い方の未来へ一緒に走っていきたいと思っています。 KDDI はモータースポーツを通じてこれからの未来を支える人材の育成に取り組んでいきます。頑張れトムス。